螺線は、鈴木浩二のサスペンスホラー小説、及び、それを原作とした、テレビドラマ、映画、漫画。第17回、吉川英治文学新人賞受賞作品。小説、リングの後日談を描いた続編。前作で登場した、見ると一週間で死ぬ間のビデオというオカルト的要素に、対し、医学者である主人公らが、 分子生物学的知見からの解明を試みるサイエンスフィクション。一見したところの前作との非連続性は、ホラー的要素を強調した映画版、リングの印象によるところが大きい。完結編である後作、ループと共に小説としては、リングシリーズ三部作と呼ばれる。東京都観察医の安藤光雄は、不注意から我が子を死なせた自責に苛まれる日々を過ごしていた。 ある日、彼は変死した友人、高山隆二の解剖を担当する。死因は、心臓近くの冠動脈に発生した肉種によって、血流が停止したことによる、心不全。解剖が終わり、安藤は胃の内容物に、不審なものが混ざっていると報告を受ける。その主辺には、暗号らしき数列が書かれていた。その後暗号を不審に思った安藤は、 観察医務員にやってきた鉱山の元助手、高野前から高山は死の直前、記者の浅川和幸という男と共に見ると死ぬ呪いのビデオの調査を行っていたことを知る。だが、その浅川も後日に妻子を失い、自らも廃人同様になっていた。やがて安藤は浅川が残していた一連の事件に関する手記を手に入れ、仲間の意師 宮下と共に調査に乗り出す。やがて、鉱山の死体から天然痘ウイルスによく似た未知の伝染性ウイルスが発見され、一連の呪いとはこのウイルスが心臓の冠動脈に肉腫を発生させ、一週間で心臓近くの動脈を閉塞させ、死に至らしめるというメカニズムが判明するが、その感染ルートは、 ビデオを見た者の,の網膜を通して体内に入り込み感染するという驚くべきものだった。さらには、鷹野舞が行方不明になり、その後、ビル屋上の排気口内で出産直後のような状態で変死しているのが発見されるが、肝心の出産した赤ん坊は付近になかった。その後、安藤の前に舞の姉を名乗る女性が現れるが、彼女こそ舞の子宮を通じて、 この世に再生を果たした山村貞子その人であった。舞は鉱山の遺品を整理した際、彼が残していた例の呪いのビデオを見てしまったが、たまたま見た日が彼女の排卵日であり、感染したウイルスと卵子が結びつき、貞子すら予想もつかなかった偶然の受精により復活を果たすことになったのだ。受精した卵子はわずかな期間で臨月に達し、 生まれた貞子は短期間で死亡した時と同じ年齢に成長を遂げていた。しかもこの偶然によりウイルスは当初とは違った恐ろしい突然変異を遂げていた。貞子は安藤にある条件で取引を提案する。そして安藤は自分を利用し貞子の裏で糸を引いていた。この一連の事件の本当の黒幕に気づく。原作の記述を中心に映画 連続テレビドラマも合わせて記述する。遺伝子学の要素が呪いのビデオの謎として効果的に使用されており、前作のオカルトホラー色は交代し、SF サスペンスといった雰囲気が強い。さらには、前作で得体の知れない恐怖の象徴であった山村貞子についても、ある人物と結託して人類抹殺の陰謀を巡らせる知的な悪女的な描かれ方をしており、 クライムサスペンスの雰囲気も合わせ持つ。なお、梶山遥のナレーションでオーディブルにてデータ配信として2016年6月にオーディオブック化されている。1998年1月31日に公開された。デュアルホラームービーを名打ち、前作にあたるリングと同時上映された。かつて1995年の単発ドラマ版。 リングの脚本を担当した飯田ジョージが監督と脚本を担当している。物語は映画独自にアレンジされた部分もあるものの、大筋では原作のストーリーをなぞるものとなっている。本作では日本立てのホラー映画であることを前面に据えた宣伝が行われたが、同時上映のリングが観客を怖がらせる作品作りに徹しているのに対し、本作、螺旋はあまり、 おどかし映画にはしない方針で制作された。監督と脚本を担当したユダは、原作小説の、呪いを科学するというコンセプトに惚れ込み、その骨子に忠実な作りを試行し、原作者の意図を汲むようにと心がけたという。ただしその内容に対しては、やや説明不足気味であったという評価もある。一方で、リングに続く、新たな続編の映画、リングには、 本作で死亡した登場人物が異なる運命をたどるなど本作、螺旋とはつながりのないパラレルワールド的な内容として制作されている。2012年に公開のサダコ 3D は本作の設定上の続編。フジテレビ系列で1999年7月1日から9月23日にかけて放送された。全13回。 平均視聴率13.3%。人物指名と一部の設定以外は原作から離れたオリジナルストーリーで、フジテレビが前年に制作した連続ドラマ、リング最終章の直接の続編として制作されたオカルト風ドラマ。主演は岸谷五郎。主人公の安藤は医師ではなく、学校の教師で原作最大の特徴だった医学的な見地からの、 展開という要素はなくなり、前半は、ノストラダムス現象などのオカルト要素を、後半は、スタンフォード監獄実験の逸話をベースに置いた、独自のストーリーを展開した。原作の完結編、ループの要素も一部導入されている。前作のヤタアキコ、木村タエなどが同役で連投。結末は一連のシリーズの完結編的な独自の内容で描かれている。作画は桜水木。 原作は鈴木浩二。ありがとうございます。